頼むよ、なんか証とか出ないかな。あー、でもありそう。皆さんこんにちは、サシレトロゲーマーチャンネルと申します。今回のですね、動画はこちらになります。ドン。はい、ドラゴンクエスト9ですね。こちら3つロムをですね、いただきましてですね、お知り合いの方から、こちらの方のデータを検証していきたいと思います。はい、ではやっていきたいと思います。それではね、左の方から行きたいと思います。この2つはちょっと避けていて、こちらから行きたいと思います。はい、読み込みました。あ、中段だ。これね、結構ね、中段はね、期待できるんだよね。強いデータが入ってることを祈る。どこにいるの？あ、立夏の宿でやめたんだ。あー、でもサンタの帽子かぶってるね。装備。あー、サンタの帽子、ギガントアーマー。これちょっとこうするか。透明、嵐。どうだろう？英雄の槍？はぐれメタル、海賊ハットは Wi-Fi 限定。女王の鞭、しわ寄せの帽子なのか、しわ、幸せの帽子にしてない感じだね。星降る腕輪とか。サンタの帽子を結構持ってるね。戦歴。すれ違いに、あ、プレイ時間は93分ですね。結構宝の地図結構クリアしてんだ。道具、宝の地図。結構あれだね、自分であれだ、全部誰かから。そうだよね、すれ違い人数ゼロだから、もう全部これあれでしょう、出したってことだ。見えざる大地、見えざる魔人とかなんだっけ。だから川崎ロッカーとか持ってないんだな。そっか、でも93時間でここまでよく頑張ったなっていうあれですね。じゃあこれあれか、 Wi-Fi はないだろうな。これ多分これね、 Wi-Fi はないんだと思うんだよ。もうこれはね、当時やってないデータだと思う。あ、どうなの？え、あんじゃん。あー、そっか。悪夢の衣。あー、貝塚ハット、これは買ったんだね。シルバーオーブもこれ。そっか、黒いアフロが出てるね。悪夢の衣と、これね、シルバーオーブ、これあったら、結構、今後錬金のために、重要なんだけど、いいものを持ってんな。いい Wi-Fi ショッピングだったな。でも残念です。はい。というわけで、1本目は、こういう感じになりました。では、次に行きましょう。続きまして、こちらですね。2枚目になります。いやー、さっきのシルバーオーブで、本当に Wi-Fi で買えれば、シルバーオーブも結構重宝すると思うんだよな。いろんな錬金に使えるから、ねえ、バラモスとかをさ、いちいち、ねえ、倒しに行く手間が省けるんだったら、あれは重要な Wi-Fi ショッピングだと思ったんだが、ああ、これも中段だ。期待できます、これは。はい、中段データいいね、熱いね。どこ？滅びの森？戦歴？すれ違いにざ47207時間か。結構、まあまあ、やってる方っちゃやってる方じゃないですか。ハヤブサの剣会にしている。ロット、ロット。
多分バルファラーは倒してないんだね。こうメタル系で、あ、グリンガムのムチいいね、ありますね。キシンマスオね、レベル5は星5の装備は持ってないみたい。宝の地図、これが川崎ロッカーだっけ。これは川崎ロッカーは持ってる。これミネダル魔人82もあれだっけ、正行だっけ。うん、そんな感じの。じゃあ戦闘主体に戻ろう。さあ Wi-Fi ショッピングあったんだけどな。さあ63、はい、お、なんかまた、お、何、大魔導士、大魔導帽子とウィッチハットがある。これ結構いいんじゃないかな。骸骨マスクも確かあれじゃなかったっけ。わあ、ウィッチローブもいいね。ハッピークラッカー結構いいな。これは買って、これ残ってるのはでかい。うん、この2つが、いやー、これも Wi-Fi 残ってるね。これかなりいいんじゃないかな。やっぱね、 Wi-Fi ショッピングが残ってるのはね、一番嬉しい。はい、というわけで2本目はこういう形になりました。では最後のデータを見ていきたいと思います。最後の1枚、こちらを見ていきたいと思います。やっぱしね、ロムだけの方がね、なんかね、期待ができるんだよね。やっぱね、なんかね、それだけね、思い入れがあるから、まあ、DS に差しっぱなしだったわけですよ。で、それを、あ、読まない。それをね、やっぱしね、こう、まあ、手放すっていう感じなんだけど、やっぱね、もう箱とロムはね、別々のとこに なっちゃうんだよなと思うんだよな、やり込んでる人ほど。そんな法則が見て取れてる。3枚目。あー、でもこれも中段だ、すごいね。中段はかなり熱いよ。どこにいるの、ん、ベレンの岸辺にいるの。280時間か、すれ違いは91人。どう、あ、はやぶさの剣とか持ってる。お、サンタのいいね。サンタの服を買ったかな、空の塔が。これがなかなかな。星屑の剣になってるね。うん、なんか Wi-Fi はありそうだけど、宝の地図見てないね。見えざる魔人、あ、正行の地図、これが正行の地図だね。発見者正行。うん、 ここら辺もなんか同じやつなのかな。うん、見えざる魔人87、正行だもんね。これがやっぱ秋葉原でね、当時人気だったっていうね、地図だよね。さあ、これも Wi-Fi 中断は熱いらしい、どうやら。なんかレア、レアの頼むよ。なんか証とか出ないかな。
あーでもありそう、貴重なアイテムだ。サンタの服、あーパープルオーブ、これでもなんか前もこのやつ見たことあるな。美しそう、骸骨タイツ。でもこれ全部残ってるのはでかい。でも素早さの種がね、これがね結構でかいんじゃないかな。これを何回か買ってさ、素早さ上げれるからさ、いいと思うんだよね。パープルオーブとかね。はい、というわけで、3本目はこういう形になりました。3本とも Wi-Fi ショッピング残ってるのはでかい。うん、でまあ種系がねあるのがまた何回かかかっちゃうけどね、1日1回買ってとかそんな感じだったら手間じゃなくなるのかなと思う。サンタの服もあるのもいいね。うん、まあいろいろいいものがありました。はい、というわけでね、またですねドラゴンクエスト9をですね、購入してきてデータ検証をしていきたいと思います。またやります。ありがとうございました。